ドスパラのデジノス TGD08IWB32GB をご紹介します。こちらのモデルが Windows 8.1 WeSpring インストールモデルとなっています。メインメモリ 2GB 搭載、インテルアトムプロセッサー搭載、8インチ10点マルチタッチ WXGA 液晶、 1280×800 ドット表示の液晶画面となっています。付属品は電源と USB ケーブル、説明書等が入っています。では iPad mini 2と比較します。厚みはやや厚いようです。大きさですが iPad mini よりやや大きく、横はやや小さくなっています。全体的な印象は映像の通りとなります。裏面の素材や高級感は iPad mini に軍配が上がります。では重さを測ってみましょう。重さは DGD08i が 343g です。続いて iPad mini は 309g と 24g の違いがあります。では起動してみます。画面は自分の好きなようにカスタマイズできます。では早速パスワードを入れてみましょう。Firefox を立ち上げてみます。新品のため画面のフィルムを剥がしていませんが、操作性は悪くないようです。動画の再生もスムーズです。音声はモノラルですが、比較的聞きやすいと思います。ではシャットダウンします。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。
皆様のタブレットを選ぶ際の参考になればと思います。最後までご視聴ありがとうございました。作るあなた専用のパソコンをデジノス。メイドインジャパン、オーダーメイド。お客様からたくさんの注文が入り、私たちの毎日は動き出す。パソコンを使う目的は一人一人違うから、ハードディスクの容量、必要なソフトは人それぞれ。先進技術を見極める確かな経験値で、お客様の思いを形にしていく。どんなお客様なのか思い浮かべながら作っています。どんなに難しいオーダーでも必ずお届けしたい。コストパフォーマンスはもちろん、それ以上の価値を届けたい。使っていて本当に満足してもらえるパソコンを作りたい。一つ一つ自分たちの目で見て、手で作り、確かめ、お届けする。最初から最後まで全てやる。誰かのパソコンではなく、お客様一人一人のパソコンを今日も私たちが作っています。デジノス。